はい、今回からですね、こちら着せ替えシリーズ2、おしゃれ日記やっていきたいと思います。着せ替え物語ですねをクリアしてからちょっとだいぶ間が空いてしまったんですけれども、いや1個まず買ったらね、電池切れてて自力で交換しようと思ってなんとかいろいろやったんですけどできなくて、えってなって電池交換済みのものを購入しました。なのでやっていきたいと思います。名前を決めてね。あ、宮下さんなの私。待って、カタカナ選べないの？そうなんだ。前作はかなりねハッピーなエンドに迎えたので、これもどうなの、メンズ出てくるのかな。あんま前情報ちょっと分かってないので。あ、なんかすごいアドベンチャーゲームっぽい。でもさ、待って、はい、あの奥にあるなんか不気味な人形は何ですかあとこの部屋さ、物全部壁に押し付けすぎじゃない？もう朝なの？昨日は引っ越してバタバタしてたからな。さっと早く着替えなきゃ。引っ越してきたのね。おー、かわいいじゃん。うん。誰ですか？母ですか？新しい制服よく似合ってるわよ。ありがとう、ママ。ちょっとお父さん不気味じゃない？はよ、パパ。私の仕事のせいでユタには転校ばかりさせて、本当に悪いと思ってる。致し方ないわよね、こればかりはね。気にしないで、パパ。私は全然平気だから。強いわね。そろそろ行かないと遅刻しちゃう。それじゃあパパママ行ってきます。引っ越した当日から学校って結構ハードスケジュールじゃない？携帯電話を、それ携帯なの携帯置いてるんだ。携帯ってやっぱね、携帯するから携帯だと思うのよね。あ、ごめんなさい、画面がこれさ、セーブできるかしら。ちょっとやってみていい？あの、買ったはいいけどセーブしてないのよね、一回も。あの、できる、まあ、できるはできるよね。その後だよね、よ。まあ、いいや、とりあえずやっていきましょう。なになに、急にをちょっとメンズ。おはよう。おはようございます。誰だいたい。僕は隣に住んでる明石ゆた。死んだ。死んだ、ね、死にましたどうしよう、いきなりユータに出会ってしまったんだけど。困ったな。だって私ユータよ、どうするのよ。ねえ、喧嘩する？私は宮下ユータです。今日からこちらの学校に通うことになりました。よろしくお願いします。ユータちゃんか、いい名前だね。お前と同じだよ何言ってんのよね、ゆうたちゃん、よかった、学校まで一緒に行こうよ。ごめんなさい。あ、いきなりそんな。でも別にまだ、だってゆうたのことそんな知らないから、とりあえずはいで。うん。まあだから今後出会うメンズがね、ちょっと分かってれば、もう最初からゆうたを捨てるってパターンもあるってことだよね。うん。どんなメンズがいるのかしら。さあ、着いたよ。それじゃ、ゆうたちゃん、またね。なんか変わった人だったわね。まあね、自分と同じ名前を聞いて、いい名前だねって言ってくるってことは、自分の名前をいい名前だって誇らしく思ってるんだよ。いいやつじゃないねえ。じゃあ教室に行きましょうか。ということで、今日から1年間だが、みんなと一緒に勉強することになった宮下さんだ。ねえ、待って、先生だよね、あなた。後ろ見てみんな。あのね、だるそう。大丈夫？仲良くするように。はじめまして、宮下です。あ、よろしく。結構やっぱ最初のね、ファーストインパクト結構大事だから。うん。宮下は水瀬の隣の席に座れ。水瀬、あら、水瀬さん、私結構好きかも。ビジュアル、なんだろう、いいよね。かわいい。ゆうたちゃんよりなんならかわいい宮瀬さんですね。香るね。うん、よろしくお願いします。
水瀬は学級委員長だから、わからないことがあれば何でも聞くように。なんか、しっかりしてそうな子だもんね。それじゃあ授業始める。9年。早いわね、時の流れ。どこへ行こうかな。いきなりそんな。中庭、公道、グラウンド、テニスコート。中庭？広くてとっても綺麗な中庭ね。何か素敵なことが起こらないかな。何この子。こんにちは。今日もいい天気ですね。なんで？あんた初見でしょ？初見で今日もいい天気ですねって、もうその時点でゲームオーバーよ。大丈夫かしら。終わったんだけど。何だったのよ。嘘でしょ。すごい流れが早い。中にはダメだな。やっぱイケメンっていうのはさ、結局さ、グラウンドにいるものじゃない。野球部のグラウンドね。みんな一生懸命練習してるわ。イケメン、イケメン来い。ゆうたちゃん、うわ、ゆうた野球部か。そっか。この子何してるの。ゆうたさんこそ何してるんですか。もうカオスだよ、この二人の会話。僕は見ての通り野球部だからね、クラブ活動さ。そうなんですか。なんだよその驚き方は。いや、ちょっと意外だったんで。ひどいな、これでもチームのエースなんだからさ。でも野球部にしてその髪型は許される世界線っていいよね。私野球部イコール坊主って本当にダメだと思ってんのよ。今ってもうそうでもないんだよね。私の学生の頃はまだそれがあったからさ、ありえないなと思ってたもん。ゆたさんで結構すごいんですよ。何何、ちょっとあんたたちいい感じになってんじゃん。結構余計だよ。そうだゆたちゃん、今野球部のマネージャーが辞めちゃっていないんだよ。よかったらうちのマネージャーにならないかい。急じゃない。ちょっと待って、ごめんなさい。他のクラブを見てみたいんで。そっか、それじゃ仕方ないね。いや、いきなりそんな全部私ゆうたに触れないわ、さすがにね。やっぱ順序よく行きたいから私。ちょっと他のメンズに会いたいわね。クラブ活動っていつまでに決めるとこあるのかしら。じゃあどうしよう。テニスやってる男ってちょっとチャラいイメージなのよね。普通のグラウンド行ってみる。陸上部やサッカー部が練習しているわ。何この人。私さっきから敵向き出しすぎかな。陸上部に興味があるの。少し。私は陸上部の西野愛よ。それじゃあなたも陸上部に入ってみ、入らない、もう。入りません。それじゃ仕方ないわね。何？いや、ちょっと今の子は私。何？てかびっくりするのはさ、グラウンド行ってメンズいねえんだ。そこにびっくりした。待って、もう木曜日よ。じゃあガッタテニスしてるチャラい男見に行こう。テニスやってみようかな。嘘だろ。嘘。テニスコート何もないの。絶句したんだけど。ちょっと一週間終わっちゃうから、無駄な一週間過ごしてる私。バカ、行動行こう。演劇部の人たちが練習しているわ。ちょっといいですか。なんかニヤついた男ね。私ですか。そうです、僕演劇部の北山博士と言います。今演劇部の部員を探してるんですが、演劇部に入る気はありませんか。入りません。引き止めてすいません。この子はちょっと何なの。わかんない、私には攻略対象とされる人間というか人物がさ、わからない。トリッキーすぎるでしょ。着てる服トリッキーすぎるわ、さすがに。
あ、なんかいろいろあるじゃない。これ着替えるのはどうしたらいいの？着替えたいんだよ私は。はい。え？あ、ここ？あ、メイクできるの？え、メイクしたい。え、メイクできるの嬉しくない？持ってる？大丈夫？レッドってちょっとなかなかだと思う。なかなか攻めの姿勢じゃない？ギャルやん。だったらさ、目元もっといじりたかったわね。ちょっと違う。ちょっと、違うの。登録しとくわ。今後もしメイクするときにね、めんどくさいかなって。じゃ見ますかじゃないのよ。気が、え、なんでこんなに着替えられないの？嘘でしょってぐらい着替えれないんだけど。ステータスかな。部屋に閉じ込められました。うん、私今部屋に閉じ込められております。これ何？衝撃的よねこれね。あ、ここしか着せ替えれないんだ。難しい。なんか可愛いのがいい。え、何これしかないの？嘘でしょ？何この服。なんか地味ね。さあ、街の構成はなんか結構似てますね、前作にね。うわ、何、なんか、ちょっとイケメンなんじゃないか説のある人出てきたよ。何ですか？今日のヘアカラーは素敵な色ですね。ありがとうございます。それじゃあまた会えることを楽しみにしています。なんだあいつ、謎の男現る。あなたもここのクリームブリュレを食べに来たの？そうなんで、そうなの？私今ここで私今まで都会町のケーキ屋さんの春限定のガトーショコラが一番だと思っていたの。超美味しいから一応食べてみてね。まあ本当にね、これ今の発言に関しては不運だよね。で、まあガトーショコラ美味しいという情報はありがたいけれども、あ、そう、いろんなお店あるね。靴屋さんとかあるんだ。へえ、楽しいねこれは。美味しいわねって言ってるから多分おばさんなんだろうけど、若すぎないビジュアル。そういえば都会町の喫茶店で春限定のカフェオレカフェオレでよくない？美味しいのよね。ふーんだよね。わかるわかる。ふーんだよ今のは。ふーんだよね。このパフェは美味しかったな。なんだよさっきから。なんなのこの食べ物情報を皆さん教えてくるのは。そんなに私飢えてると思われてんの？いやね、すごい人いっぱいいるね。ねえねえ、ちょっといいかな。ギャルミなやつが来たわよ。ギャルミな人が。携帯電話って超便利よね。ネットの項目でアルバイトを見つけることもできちゃうんだから。そうなんですか。え、でもありがたい、教えてもらえて。ここは駅よ。え、隣町行こうよ、じゃあ。都会町。バイトもしてないのにね。大丈夫かしら。
あーでもこっちの町の方が確かになんか物的にはいろいろあり、ちょっといいですか？何ですか？ごめんなさい、人違いでした。はぁ、あ、塩巻いて美って店すごくない？美、え、なんかイケメンっぽくない？今日は買い物で疲れたな。これから喫茶店にでも行ってジュースでも飲むかな。そういえばウーロン茶があるのは港町の喫茶店だけなんだよな。あ、そうなんだ。いや、私違います。うん。これだからあれだよ、きっとあの、てっきりさ、その別の町の話をしだすのかと思ったら、しないで帰っていったわよ。なんて女なの？このパフェ美味しかったな。あ、出た、港町問題ね。あ、そうなんだ。マロンパフェの方が私好きかもな。なんか、あれね、人に出会えるのは楽しいけど、あんたさっき会ったよね。うざ。何この女。無理なんだが。嫌いです、私、ああいう人。話題のグルメ雑誌、ブブル。ルルベね。どれどれ？港町のケーキ屋のいちごのタルトがおすすめですって。早速港町まで行かなきゃ。ちょっといいかな。何ですか？まあ、褒めてくれるのは嬉しいけどね。なんか、待って、さっき出会ったイケメンって実はさ、大したイベントのあるイケメンじゃなかったってこと？あー、こういう項目あるんだ。散歩しよう。自然に囲まれて気分もリフレッシュできそうだわ。いや、言うてお金ないからさ、あんまりちょっと買い物とかをするのもちょっとしんどいじゃない？一回帰って、なんかイメージだけど都会町の方が高そうだからさ、物が。だったらこっちで、ここママの働いてるブティックよ。あ、ママブティック働いてる。服ちょうだい、ママ服をくれ。あ、安い。え、待って、安いぞ。え、嘘でしょ？え、待って。これびっくりしない？マロ、だから A 押しちゃうとさ、買っちゃうの。所持金ゼロ。笑えないんだけど。玉模様の柄をひらめきました。あ、そういうのあるんだ。なるほどね。夕方になったわ。これ夕方だよね。なんかすごいぼやけてる。どこで時間潰す？こっちにも公園あったよね。だってお金ないからさ。ちょっといいですか？何ですか？本当にあの、その髪の毛むしり取るよって短気すぎる。ゆうたちゃん短気すぎる問題ね。なんか いろんな人に間違えられて嫌な気持ちになったからさ、昼寝でもしてさ、ちょっとね、ぜいぜいぜい、そろそろ行きましょうか。夜になってる。さすがに帰ろう。何？はい。で、携帯でさ、あ、違う違う違う。
ネットね。アルバイト。金ないから私。ネットで新商品を見つけるとお店で買える商品が増えます。は？季節が変わるとお店の商品が変わってしまいます。欲しいアイテムは忘れないように買っておきましょう。アルバイト募集、ケーキ屋、水曜、時給200円。嘘だろう？水曜だけ？あー、ファミレス、全部、あ、待って、アルバイトそれだけなの？あ、だったら2つともやっとくか。そうだよね。あ、間違えた。ちょっと待って。うん、だって、金欲しいもんね、やっぱりね。前作でもそうだったけどさ、お金がないとやっぱどうしようもないみたいなね、とかあるから、週3日ぐらいは全然働きな。頑張れ頑張れ。あれ？今の BGM。 てかこの BGM もそうだけど前作と同じだよね。ちょっとエモくない？どうしようかな。これがいい。私靴がないのよね。え、可愛くない？ちょっとだけ髪型でちょっと損してるかなって気はするけどね。ごめん、何すればいいの？ガチすることない。所持金だってゼロだよ。また出たな、あんた。駅へ行きたいんですが道を教えてもらえますか？いきなりこの道をこう行ってここをこうで駅に着きますよ。何だったのかしら。公園にでも行くしかないわよね。また出たな、この女。ほら出た。本当に。お、何、まさかの展開。カオル、今日のワンピースはシンプルでいいデザインですね。ありがとうございます。カオルさんも朝のお散歩ですか？この時間は人も少ないですし、それ何より空気がとっても澄んでますしね。そうですね、すがすがしい気分になれますよね。本当にごめんなさい、つい引き止めてしまって。いや、いいんですよ。それじゃあカオルさんまた学校で。なるほどね。意外と会えるのね。公園大事ですね。公園しかでも分かんないんだけど。ユータとかいないの？ユータとか。いないな。とりあえず日曜日終わるまでちょっと進めたいなと思ってるんだけど。ユータ？この際ユータでいいもん。私こうなってきたら食べれません。私0円なんで正直。はい、もうこの人同じこと言ってる。多分あれなのよ、ちょっとヤバめの人なのよ。ずっと同じこと言ってる人いるよね、たまにね。あ、いないのユータ。もう帰ろう家。寝るの早って感じだよね。スケジュールを決めてね。決定です。はい、特に予定もないんでね。バイト以外何の予定もないという寂しさ。お、よ、ゆうたちゃん、どうしたの？今度の土曜日なんだけど、ゆうたちゃん暇かな。なんかユータチャラくない？いきなりデート誘ってくるってヤバめじゃない？どういうつもりなの？はい、いいですよ、やった。だって
すごくない？今度土曜日楽しみにしてますね。まあまあ、一応見定めですよね。どんなデート連れてってくれるのかっていうね。まさかの展開なんだけど。待って、行ってないとこって図書室ぐらいでしょ、あと。図書室。みんな静かに勉強しているわ。ほら、そこ。喋ってないで手を動かす。ん？急がないと締め切りに間に合わないじゃないの。もうこんな時間。みゆき、誰でもいいから手伝ってくれそうな人を探してきてちょうだい。何事なの？逃げる。なんだ、締め切りに間に合わないって何？気になる。ね。あ、そっか、アルバイト忘れた私。なんかクールよね、ゆうたちゃんね。今日から私もファミレスの店員さんよ。あ、そう。頑張って。その前に皆さんに自己紹介しなきゃ。メンズはいないのかしら。あ、白石みゆき。ちょっと白石みゆきなんか、私苦手かも。趣味は漫画で、学校では漫画部に入って、ね、白石みゆきじゃない？さっき図書室でわーわー言ってたの。そんな気がする。興味があったら月曜日か水曜日に図書室に、やっぱそう、曜日限定イベントあるんだね。なるほどね。はーい。理解した、理解した。とりあえずこれあれだね。土曜日になるまでセーブできないんだ。つらいわね、ちょっとそれは。ここでもじゃあ誰かとさ、知り合えそうじゃない？どうだろう。頑張るわよ。誰にも出会わなかった。切ない。なんかあれね、やっぱちょっとアルバイト入れすぎかしら。ちょっとなんか出会いもないし、辛いわね。あと行ってない場所なんかあったっけ？何もしない。嘘だろ。あ、何？ダッサ音。メールだわ。誰からかしら。ゆうたでしょ、どうせ。ちょっとひろし、なんでメールくれないの？は？この前のことまだ怒ってるの？もう知らない。ひろしって誰？なんか時代ですよね。そのメールという文化だった時代をすごく感じますね、今ね。あ、もうセーブさせてくれないのね。仕方ないわね。セレクトボタンで、セレクトボタンって何？これしかないよね。セレクトボタン。じゃあこれでいく？ちょっとやっぱ攻めの姿勢って大事だよねって。で、帽子は、これかな。麦わら帽子はちょっとねって感じ。メイクはだって、違う。パターンから、こちらのパターンを使わせていただきます。いや、ゆうたちゃんおはよう。ゆうたもおはよう。今日は晴れてよかったね。気分も晴れ晴れじゃないの、晴れ晴れってね。見て、ゆうたちゃん怒ってるよ、ブチギレ。天気もいいし、公園に行ってのんびりし、嘘だろ。
え、な、何歳この子たち。バイトしてるから高校生だよね。公園。そうですね、それじゃあ行きましょうか。マジで公園なの？しかし驚いて初めてゆうたちゃんを見たときは、てっきり1年生かと思ったから。ひどい。最低。私そんなに子供っぽく見えますか？いやごめん、別に悪い意味で言ってるんじゃないんだ。いいですよ、別に怒ってませんから。そうよかった。そういえばゆうたさんって野球うまいんですよね。そりゃもちろん。これでもエースで4番バッターなんだからさ。私野球のことってまだよく知らないけど、なんだかすごいんですね。すごくかっこいい。そうゆうたちゃんにそう言われると、なんかこうやるぞって気分になるよ。うんうん。今日は付き合ってくれた。終わり？嘘だろ。誘ってくださいね。また学校でね。なんだろう、やっぱさ、その前作のデートとかを知っているがゆえに、なんかすごく寂しく感じる、このデートの感じね。もっとなんか欲しいよね。よし、ということでね、ちょっと着替えだけしよう。着替えだけして、じゃあこれ、帽子いらない、もうこのままでいいや、はい、ということで今回一旦この辺で終わりまして、そうですね、だいたいまあちょっと動画としての投稿頻度としては週に1本必ず上げれたらなという感じで、まあちょっと調子乗ってる時はもっと上がるかもしれないし、なかなかどうしてる時は週に1本かなと思います。楽しめますね、これ楽しみですね、これからの展開が。私個人としてはもっとメンズに会いたいっていう気持ちが強いですね。はい、ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。